しぶりのおやちゃん監督の映画、もう本当に感動しました。あの映画のその7代先にあのそういう大切なことをあの残していくっていうことを、あの真由美先生の語ってる内容っていうのもそうなんですけれども、あのそのそれをこう映像に残すっていうことが今回本当にすごいことだなって思って、映像に残るっていうことは本当それ後世に伝わっていくので、あのこういうすごい大切なことを映像に残してるっていうことと、あとあのそれをやってるこうハート・オブ・ミラクルの存在っていうのにもすごく感動して、映画はもちろんすごい良かったんですけれども、あのそれを伝えて残していくっていうことにすごく感動しました。